ジェームズ・エルモ・ウィリアムズはアメリカ合衆国の編集技師、プロデューサー、映画監督、映画会社重役である。マヒルの血統によりアカデミー編集賞を受賞した。2006年にエルモ・ウィリアムズ、A ハリウッドメモアールを出版した。オクラホマ州ローン・ウルフで生まれる。1940年に結婚し、二人の娘と一人の息子を設ける。 夫婦は1983年にオレゴン州ブルッキングズに移った。2008年12月にウィリアムズは妻を忍んで死に、礼拝堂を寄贈した。2013年4月にウィリアムズは100歳を迎えた。2015年11月25日に、ブルッキングズの自宅で102歳で亡くなった。ウィリアムズの編集作には、マヒルの血統、海底2万マイル、バイキングなどがある。 プロデューサーとては、史上最大の作戦や、クレオパトラ、トラトラトラ、を手掛けている。1971年から1974年の間は20世紀フォックスの制作部門の責任者を、務めていた。ウィリアムズは、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞受賞作である、デザインフォーデスを編集した。ウィリアムズ自身は、フレッド・ジンネマン監督による、 マヒルの決闘でアカデミー編集賞を受賞した。またリチャード・フライシャー監督の海底2万マイルでも同部門にノミネートされた。ウィリアムズはアメリカ映画編集者協会の会員でもあった。1971年にゴールデンエディション、1990年に生涯厚労賞を受賞した。ありがとうございます。